入りはね、昨日同様、しっかり、相手、北海道さんもエナジー出してくるっていうところが、もう分かってたところだったんで、そこに対してしっかり自分たちも、自分たちのバスケットを展開できたと思うんですけど、途中から、そのオフェンスでの流れが悪くなって、でそれがディフェンスにも響いてというか、それでトランチョンで簡単にやられたりとかしだしてから、北海道さんのちょっと乗せてしまった状況になったかなっていうところがあるんで、オフェンスの、ね、パーセンテージもめちゃくちゃ悪いっていうのもあるんですけど、そこは北海道さんのそのディフェンスの強度だったりっていうところもあるし、なんか結果論というかそういう部分なんで、このゲームの流れとかっていうところをどこでやっぱり崩れていったかっていうのをしっかり反省して、もう次すぐ水曜日試合あるんで、それに向けてやっていきたいなと思います。はい、昨日もレバンガンの守備と今日のレバンガンの守備、そこも強度が上がったとおっしゃってましたけど、具体的にそのどういう部分の明らかに仕方が、ボールマンのプレッシャーとかは、まず上がってっていうところはありますかね。あとゴール下のところでの、最後までこうしっかりこう詰めてくるというか、そこがなんていうのか、うちがそのバランスがしっかりこう保てずにシュートは外れたっていうところもあるかなと思いますし、あとはどっちかというとそのディフェンスの部分では、そうですかね、ピックアンドロールだからうまくこう使えずに、なんかバタバタ前半途中から押し出したっていうところでうちの流れが悪くなったかなっていう感じがしますけど、そうですね、本当にこの、ね、遠いところまで応援にたくさん来ていただいたし、バスケットライブでもたくさん見ていただいたと思うので、本当もっといいゲームを皆さんに返したいというか届けたかったですけど、ちょっとねなかなか、出だしは昨日同様しっかり入れたと思うんですけど、そこから流れがどんどんこう悪くなっていったところがあったと思うんで、反省はねもうしっかりするしかないですし、もうすぐ水曜日試合あるんで、そこに向けてまた、練習からやっていければいいかなと思います。はい。